自分の町をこよなく愛し、町にはちんちんと警鐘を鳴らしながら急な坂をガタゴト上り下りするケーブルカーが行き交う。霧のベールの中から世界一の美人ゴールデンゲートブリッジが姿を現し、毎日何千人ものカメラに収まっています。ある時はカリフォルニアの明るい太陽に照らされ、ある時は名物の霧に包まれる。名実ともに世界に誇る美しい街、サンフランシスコ。5月28日、サンフランシスコ市庁舎を訪れた笹川会長は、マザー・テレサと再会。お互いの活躍と健康を称え合いました。市庁舎内、市長執務室にフェインステイン市長を表敬訪問されました。席上、フェインステイン市長は笹川会長のエイズ撲滅への活躍を称え、ゴールデンゲートブリッジのケーブルをプレゼントされました。アフリカは特にですね、エイズの状況が非常に悪いということで、やっぱり WHO を通じてやられるのは本当に素晴らしいことです。You can be very proud. Thank you very much.5月29日、ダイナスポーリング研究所にポーリング博士を訪問されました。大多数はアメリカによってね、今日あるんだと、ね、日本が戦争ぶっかけで負けたと、これやないと仕方ないのにスポーツ精神で起こしてくださったから今日あるんだと、だからアメリカとね仲良くやらないかんという考えを持ってるけど、一部のねこの事業家、これらも儲けたらいいしやつやからダメ。現在ポーリング博士は常温での超電導の研究を進めており、超電導に関心を持つ笹川会長と話が弾みました。スーパーコンダクティビティプロパティスオフメタルスアロイスインジェネラル。世界政治の中心地として、その一挙一動に世界中の目と耳が集まる世界都市、アメリカ合衆国の首都ワシントン。街全体が一種の公園といえるワシントンには、豊かで美しい自然が広がり、清潔さと気品があふれています。5月30日、サンフランシスコよりワシントン入りした笹川会長は、休む間もなく中米日本大使館に松永大使を訪問。明日行われるエイズ撲滅チャリティーパーティー出席を報告し、会談されました。